このアルコールインクをよく灯火で使ってるんですけど、このアルコールインクは着色剤としても使えることが最近判明して、この前こんな感じで色味のサンプルを作ってみました。で、この色味のサンプル、こうやっていろんな色をこうやって合わせてみたりしてて、何色が合うかなって思ってたんですけど、ちょっとやってみたいデザインが見つかったので、それを今回作ってみたいと思います。今回使う色味は、このラベルは茶色なんですけど、出してみるとこんな感じのちょっとこうオレンジっぽい、茶色っぽい、べっ甲色っぽい感じの色味ができたので、これを出していきたいと思います。今回使うものはこの小さなスクエア型のシリコンモールドと、レジンを着色させて混ぜるカップと、着色剤のアルコールインク、これはもう着色されているレジン、ディープネイビーです。あとはクリアのレジン液、これを使っていきます。Thank you.
回は色味の強いネイビーとオレンジを一緒に組み合わせて作ってみました。こう見てみるとこうタイルのような若干ステンドグラスのような透明感のある仕上がりになったかなと思います。あとはこういったピアスの金具をこの裏にくっつけてピアスにしてもいいし、ちょっとシンプルすぎて寂しいなっていう方はこの下にこういうクリスタルのビーズをつけてみたり、あとは一粒のパールをつけてみたり、いろいろとアレンジが効くのでお好みで自分の好みの仕上げをしたらもっと可愛くなるかなと思います。この他にも少し色味のある紫系の2色を使って作ったのと、それからこの2つはもっと色味を抑えた2色を使って作ってみました。